こ行くどこ行く？あ、国王陛下がサボっておられるぞ。裏の王様に報告しなきゃ。やめて、本当にやめて。あっという間に王位剥奪されちゃう。さすがに冗談だよ。で、はい、王様としてちゃんとしてくれないとすぐミレイユさんに言いつけちゃいますからね。あれ、おかしいな。俺、自分から面倒な道を選んだ気がするぞ。そんなこと思ってないくせに。バレてるか。自分で決めたことだ。後悔なんてしないって。思い返せばこういう結果になったのも二人のおかげだな。お前たちが二人一緒に力を合わせて頑張る姿、俺割と嫌いじゃないんだぜ。マティアスさん。見てろよ、姉貴と一緒に絶対この国を今よりいい国にしてみせるからさ。うん、期待してるよ。ただ二度と無職って思われないように気をつけてよね。のこいつ、王様に向かって何を言う。不敬罪で打ち首じゃ。なんだと、税金減らせバカキング。バカじゃねえよ、バカじゃ。ちくしょう、お前だけ税金倍にしてやるからな。マティアスさんが王様ならきっとこんな風に楽しい国になるんだろうな。マティアスさん、期待してますからね。お出かけ、お出かけ。あ、二人とも、ちょっと相談に乗ってもらいたいことがあって。お世話になってる人たちへの感謝の証に何か贈り物をしようと思うんだ。もう大体準備は済ませたんだけど、イルちゃんへの贈り物だけ張り切りすぎちゃって。うむうむ、材料が足りなくなったとか。うん、そうなの。悪いんだけど調合を手伝ってもらえないかな。はい、お安いご用です。ついでに私たちの成長も見せつけちゃいますよ。お、それは頼もしいね。必要なものはこのメモにまとめておいたからさ。リリーちゃん、スーちゃん、よろしくね。どこに行こうかな。さて、行き先は やることどんなものを作ろうかな。お出かけ、お出かけ。
私にもスーちゃんみたいな妹がいたらな。いいですね。じゃあ今日は一日ソフィーさんの妹ってことで。なるほどね。これを使うよ。人の過去が暴かれるのか。いや、僕の過去じゃないみたいだ。錬金術師の公認試験受かったらしいじゃない。まあな。でも親父は認めてくれなかった。やっぱり後を継ぐのは兄貴になりそうだ。あなたはそれでいいの？そうだけど無理だよ。何をやったって親父は俺のことなんか。こらこら、やる前から無理って諦めない。あなたも男なら、ズバッと自分の力で認めさせてみな。自分の力で？そうね。あ、思いついた。独立して国一番のアトリエを目指すっての。国一番のアトリエ？君はとんでもないことを考えるんだな。そう？そんなに変なことを言ってるつもりはないわよ。わかった、決めたよ。そのためにもまずは修行のやり直しだ。ああ、それでなんだけど、俺についてきてくれないか、オネット。その言葉待ってたわよ。約オネットとロジェ今たし、今のってお父さんとお母さんの過去？今のが本当だとすると、わかんない、わかんないけど、先に進めば続きが見られるかも。うん、確かめに行こう。
ちそう。いいもの作れるといいな。全力スーちゃんの独断じゃん。きっと痛いよ。楽勝です。あ、生活費の足しになれ。あ、あそこ、またしかし愉快なやつだったな、あのバッケンってのは。いきなり古文 A だの B だの呼ばれた時はびっくりしちゃったけど、絵の中に世界が広がってるだなんて。だろう。さて次はどこに行ってみたい？あ、そうだ、お化けが出る森なんかもいいな。ちょっと、お腹に赤ちゃんがいる妻をそんな怖いところに連れて行くつもり？安心しろって、お前のことは俺が守るから、約束だ。ならばよし、私たちのことをちゃんと守ってよね。間違いない、やっぱりおじさまとおばさま。うん、でもバッケンって、もしかしてお父さんもお母さんも絵の世界。あ、だからお父さん不思議な絵のことに詳しかったのかも。だとすると、ダメだ、頭がこんがらがってきた。とりあえずもうちょっと先に進んでみ。よいしょ。お、いいものめっけ。これならちょうどよかったね。てい、スーちゃんの独断じゃん。きっと痛いよ。楽勝です。ういてい、全力てい。私にだってできるもん。くらっちゃえ。楽勝です。ういまた。やったー。捨てていい砂だ。そーっと集めて。え、リディ見て。おー、よちよち、パパディチュよ。思いっきり叩かれちゃったわね。下の子は元気な子に育ってくれそうそうだな、それに比べて上の子は賢そうな顔をしてる。あらあら、嫌って言ってるわよ。本当に賢い子ねそりゃないぜ。約束。俺絶対に国一番のアトリエになってみせる。こいつらには錬金術を教えて、俺たちが店に立って家族みんなで国一番のアトリエを営むんだとっても素敵。ああ、約束。わあ、二人とも嬉しそうな顔。もちろん。それともう一つ、二人が大きくなったらきっと二人とも喜ぶだろうなじゃあそれも約束ね。ああ大丈夫だ。なんてったって俺は最後には約束を守…あらあら、自分で言っちゃう？そういう人じゃなきゃ私はついてきてないもの。あなたたちのお父さんは国一番のアトリエ…でも、どうして？ううん、そんなことない。多分、スーちゃん、もっと奥に進んでみよう。
邪魔しないでよ。みんな頑張っていこう。今が使い時。余裕余裕。もう今欲しいのはこれじゃないのに。二人とも、リディとスールと、うん、約束する。私も約束する。くそくそくそ、どうしてだ、どうしてだよ。薬なんて今までたくさん作ってきた。同じ病気だっていくらでも治してきた。それなのにどうして一番大切な時に限って。何が公認錬金術師だよ。何が国一番のアトリエだ。大事な人を守れなくて何が錬金術師なんだよ。錬金術なんて、錬金術なんて、畜生。そうだったんだ。お父さんはお母さんのことを救えなくて。そんなこと全然知らなかった。リリーちゃん、スーちゃん、自分が死ぬ時の姿はあんまり見たくなかった。でもまあ、ロジェが私のためにあれだけ泣いてくれたって分かっただけで。さて、そろそろ時間かしらね。え、お母さんの声。ううん、どうせ過去の姿だよ、きっと。ん、リリー、スール、大きくなってるってことは過去の姿じゃないってことは、本当にお母さん。どういうこと。勘違いじゃないよ、今のお母さんだったよね。絶対私たちのこと分かってたよね。うん、ほっぺたつねったら痛かったし、夢じゃない。そうか、分かった。スーちゃんあれだよ、ネイジュちゃんと同じ残留思念。あ、絵の世界に入ったことがある人は死んだ後だ。うん、さっき見た過去が本当ならお母さんはお父さんと絵の世界を旅してた。だったらお母さんが残留思念として残ってる可能性は。待って、ま、地下室にあった絵で見た女の人。あれ、うん、あり得る。元の世界に戻るとか言ってたし、もしかして地下室にあった絵。リディ、うん、スーちゃん。あ、双子ちゃん、すみません、そのこの扉の先、確か鍵がかかってるんだよ。どうしよう。嘘でしょ、まさかこの扉。公認錬金術師、お父さん。この門をくぐるのはいつぶりか。第9話、奇跡。試験要項が届いてたけど、はあ、後でいいよ。リ、ああ、
すべ。はい。もうお父さんたら何やってるの。お父さんにも。ええ、勝負の時の実力、お父様も言ってましたけど、おじさん。そっか。はい、おそらく。もちろん、いろいろと言いたいことはあるけど。私もお説教3日コースだよ。よし、これならいけそう。新しいレシピに挑戦挑戦。お出かけ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 。お父さん来たか。お前たち。そりゃ来るよ。今までどこに行ってたの。そうだよ、ルーちゃんたちにも迷惑かけて。ほら、心配させたことは悪かったな。どうして。私たちお父さんに聞きたいことがたくさんある。お父さん公認の錬金術師だったんです。それにお母さんのことを助けられなくて。エテルネピカか。ああ、すべてお前たちの言う。だったらまた一緒にアトリエをやろうよ。お父さん、ねえ帰ってきてよ。リディ、スー、勝負？どちらが早くアトリエランクを上げられるかの勝負。お前たちは自分のアトリエのランクを上げろ。お前たちが俺に負けたらアトリエは廃業してもらう。今ボルテールのラン、え、 C ランク。うん、もちろん。こっちも C ランクだし、上級。お父さん、私たちが勝っ。ああ。それじゃあまた。ルーちゃん、帰るよ。今のうちに要項を読んでおかないとね。うん、私は。ちょっと本当に良かったんですか。相手はおじさまとはいえ公認の錬金術師。大丈夫、絶対に負けないから。何を言ってるんですか。絶対に勝てる保証なんてないんですよ。それでも勝つんだよ。お父さんがいきなりこんな勝負を挑んできたのには、私たちその意味を知りたい。そこまで言うなら、じゃないとアトリエボルテールが戻ってきます。ルーちゃん、勝負が終わるまではここに泊まっていっていい。ま、こうなったのもお父さんのせいだしね。え、いいんですか。うん、なら決まりだね。これで国一番のアトリエにも。さあ行こう。
どれを使おうかな。これでいざ。油断、まだまだこれから。さあ、きっ、よし、とり、どの特性。わーい、出来上がり。新しいレシピに挑戦、挑戦。材料はと、感じでいけるかな。よし、始めます。触媒で一味加えよう。
これも、まあ、もともと実家なわけですし。は？実家？え？まさか知らないんですか？ルーちゃんのお父さんと、だとすると、私たちとルーシャって、いとこだったの？何を今さら。待って待って。ほら、私たち名字違うし。ああ、家を出た時に名前を変えたんでしょう。うわ、頭痛くなって。なんで嫌そうなんですか？ルーシャとひとこ。どんなものを作ろうかな。職場材料はと、これいざ、ここし、まだまだまだこれから。さあ、切り、よし、どの特性を残そうかな。これで、わーい、出来上がり。材料はこれ、よし、ズバリこのちょ、ズバリここだ。丁寧にかき混ぜ、ここまでは。これ、なかなか上手にできました。何作ろう、どれ作ろう。もう私と、お、ルーシャが素直に褒めてくれるなんて。私だって認めたくないですけど。でも私だってまだまだ負けませんよ。もっと修行してまた差をつけてやるんですから。覚えておくことですね、二人とも。二人ともいいものをありがとね。とっても助かったよ。どういたしまして。またいつでもいらしてくださいね。うふふふふ。なんですか二人とも。いきなり笑い出したりして気色悪い。え、いいじゃない。別に自分のアトリエで笑ってるだけなんだから。いや、怪しすぎますよ。どうして依頼をこなした途端笑い出すんですか。え、それはありがとうって言われたから。どういうことですか。仕事をこなしてありがとう。
って言われると嬉しいじゃん。ぬーちゃんもわかるでしょ。お礼を言われると心が温かくなるっていうか。まあわからなくはないですね。確かにお客様に感謝されるのはいつだって嬉しいこと。でもそれはそれとして忠告しておきますが、さっきの二人めちゃくちゃ怪しかったですからね。もし人に見られたらその時点で客が離れるレベルですからね。そんなに怪しかった？じゃあ気をつけないと。そのせいでお客さんが減ったら本末転倒だもんね。さて行き先は。の出身なんです。へえ、そうだったんですか。そうだね。まあそのおかげでまたコルちゃんと会えたわけだけどね。コルちゃん、お父さんとはもう会えた？いえ、まだ。ああ、コルネリア紹介だよね。知ってる知ってる。コルちゃんすっごい頑張ってきたんだね。それほどでも。ソフィーさんこそどうなんですか？バッチリだよ。そうですか。いつまでも帰ってこ、特にモニカさんの。うわ、それはゾッとしない。お互い積もる話もあることだし。はい、ぜひ。コロネリアさん、それはもう、いつになっても。どこに行こうかな。爆弾にするか薬にするか。
そういえば2人も錬金術師なのよね。やっぱり太陽を作ったりするの？あ、太陽？どういうことですか？え、太陽よ、太陽。錬金術師といえば小さい太陽を作って雪を溶かすものでしょ？そんなことしませんよ。っていうかできませんよ。もっと言うとやろうとも思いませんよ。あら、そうなの？昔フィリスちゃんがやってたんだけど。やりません。船は船大工さんが作るものです。なら壊れた橋を一瞬で元に戻す道具は？使うとパーって橋がかかっちゃうんだけど。それも無理です。リアーヌさんの錬金術感相当ずれちゃってるみたいですね。そうだったのね。錬金術師っててっきり魔法使いの親戚なのかと。これはフィリスさん恐るべしなのか、リアーヌさんが実は天然なのか。あはは、どっちもなんじゃないかな。なんだろう、実はもう B ランクに上がってたりして。わかんない。でも気にしても仕方ないよ。今は私たちにできることをやるだけ。
だね。じゃあミレイユさんに報告に行ってみよう。